モサがやっているアリーナの対面、強気で行くためのコツ教えます。こんにちは、アキラです。ということで今回の動画は、僕の動画班のアリーナ大好き芸人のケンケンさんがアリーナの対面をあまりにも強気で言っていたため、今回はケンケンさんにどうしてそんなにアリーナの対面強気でいけるのかっていうのを聞いてきました。この動画を最後まで見ていただければ、なぜケンケンさんがアリーナの対面を強気でいけるのかが分かり、今後あなたがアリーナをするときに強気でいくきっかけになるかもしれません。アリーナの対面がつい弱気になってしまうという方や、アリーナの対面を強気でいってもっとバシバシ対面勝っていきたい方は、この動画を絶対に最後まで見ていってください。そして普段僕のチャンネルではフォートナイト中級者の方向けに上達動画をたくさん上げてます。こういった情報をもっと取っていきたい方はチャンネル登録と通知音お願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。待って、めっちゃ効果遅れた、はい、あ、大丈夫です大丈夫です。効果してつく頃にはもう全滅しますよ。おお、言ったね。マジで楽しみにしとくわ。一人ここで一人真ん中、いや俺ここ降りるわ。それ一人やれたらマジでかい。あ、やりましたやりました。強すぎ。ここね、ここあと一人。やばい、あ、アキラさん効果しちゃった。じゃあ、あと一人を俺に任せろ。いや、敵見る前に終わってますよ。大丈夫か？俺がカバ行く、カバ行く、カバ行く、カバ行く？オッケーオッケー。はい。ギリ敵見てました。敵何でした？ほら、サーフウィッチ。あー。あー。まあ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 。まあまあね、まあね、まあね。俺んとこ、俺んとこ。100?38? 一回引いてもいいですよ。オッケーオッケーオッケー。もう2人とも100ずつ、うん、1回回復する。両方100与えてるからね。強すぎ。ねえケンケンさ、はい、俺ケンケンってさ、なんか昔から一緒にアリーナとかやってて思うんだけど、はい、なんかめっちゃ対面強気に行くタイプやん。あ、はい、トリオとかでもさ、1人でなんか突って全員倒したりするような男やけどさ、なんでそんな強気でいけるとね。まあ僕前からドアリになってるんですけど、やってるね。それでなんかやっぱ対面のことって分かってくれたんですか。ああ、それはそうね、うん、まあ、それでまあどう動けばなんか勝てるっていうのがインプットされてるというか、うん、まあ、分かってるからですね。え、じゃあ何、結局さ、そのアリーナをやりすぎてその経験がめちゃくちゃあって、その経験通りにやれば勝てるってことを知っとるみたいな感じなの。あー、そんな感じです、そんな感じです。え、ちなみになんかさ、なんか具体的にこうしたら勝てるよみたいなパターンって、今シーズンとかで言うとどういうパターンがある？今シーズンとかで言ったら、まあ、例えば敵がなんか、うん、SMG とかパルスライフルとかで、うん、めちゃめちゃなんかご利用してくるようであれば、カウンターとかしてダメージ当てて、なんかシールドカットしたら突るみたいな、逆に SMG パルスライフルとかでご利用しちゃうみたいな。なるほどなるほど。じゃあ逆に逆に逆に強気で来ないような敵、ボックスにこもっちゃうような敵とかをどうやって倒しよる？まあ、クスがこうあって、ほうほうほう、上、自分が上取れてるとして、うんうん、こっからこうやっていっちゃうと、うん、こうやってこういっちゃうと、中の人はこうやって屋根かけてくる、かけてくる感じにされちゃうんで、うん、まあ、コツとしては、うん、屋根かかんないように ここら辺からこうやって打つんですよ。はいはいはい。やれたらこう屋根かけられても上に行くんで、うんうんうん、みたいな。これで張り替えて、うん、中に屋根かけて、うん、バーンみたいな。あー、なるほどね。やっぱ経験的には対面で敵のボックスの中に屋根か階段だったら屋根なの？階段の方が多いかもですけど、まあ、なんか早く仕留めたいみたいな、うん、場合だと屋根で、うん、なんかあー、まだ対面時間かかりそうだなみたいな、うん、だとなんか階段みたいな。ほうほうほう。あんまなんか気分ぐらいです。気分なんや。あんま考えてないです。でもまあ対面の時にこうしたらこうするっていうのを決めとるってことね。はい、そうです。なるほどなるほど。そうよね。まあ冷静に考えてみたらさ、ケンケンってもうほんとアリーナ芸人って呼ばれてるわけやけど、今までで一番ポイント稼いだ時って何ポイントやったっけ？16万ぐらいですね。意味わからんよね。もうそりゃそんだけアリーナやって対面しまくっときゃ自信につながるよなって感じよね。あれ溶かせません？いいよ、せーの、終わった。ナイス、最強やん。もう一人やった、ナイス。ます、うん、ここ白白白白白白、こっち来れる、こっち 1HP じゃないけど、だいぶ回復してる。ナイス。
でもさ、ケンケン、結局今までやってきたその対面のパターンが正解っていうのは分かるとは思うんやけど、やっぱね、はい、そのプレイに自信がなければ強気でいけんと思っちゃうね。はいはい。なんか強気でいくためになんかどういうことしてきた？強気でいくためにはまあ、あの編集ミスとかやっぱりなんかめっちゃしちゃうとなんか弱気になっちゃうじゃないですか。あ、やばい、編集ミスりそうみたいな。うんうんうん、うん、弱気になっちゃいがちなんで、うん、なんか例えば編集のなんか練習マップ、クリエイティブのとか、あとその PS コントロールだったり、うん、なんかできなかったらやっぱミスるからやりたくないなってなるんで、なるな、なるな、なんか成功率を高くするために、うん、まあ、PS コントロール練習マップみたいな、うんうんうん、まあ、あとエイムのなんか練習マップとか、うんうんうん、まあ、僕がしてた練習マップは、まあ、うん、エイム練習マップはゾンビを、うん、打ち落とす感じの練習マップとかやってましたね、うん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 、よくあるやつね。じゃあ結局そのアリーナをやりながらもなんかそういう練習マップとかをやって自分の自信をつけていって、だからこそ今みたいに対面がゴリゴリ自信満々にもうボコボコにできるってことね。あ、まあまあそうですね。ちなみにその対面練習とかってどういう練習するのがいいと思う？対面練習はまあ複数人、4人とかいた場合は 2v2 のゾーンウォーズとか、あ、うんうんうん、3v3 だと思うとか、うん、でまあ 1v1 だったらまあ FFA とかの方がいいと思いますね。なるほど。ボックスファイトとか建築バトルは微妙な？建築バトルも全然いいと思います。あ、ボックスファイトは、うん、まあ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 少しおすすめできるかなぐらいだと思います。あ、そうなんだ。なんかボックスファイトになることあんまないんで。まあ確かにね、アリーナの対面って速攻終わるイメージあるからね。確かに。あ、そうですね、そうですね。なるほどなるほど。まあ建築バトルとか FFA 鍛えた方がアリーナの対面の勝率っていうかスピード感は増すって感じかな。そうですね。なるほどなるほど。まあ結局そのいろんな練習とかしていって、でその中で対面のパターンを自分の中で見つけていくっていうのが大事って話なんだけど、まあ最終的にね、あのアリーナで強気でいけない人って結構多いと思うんだよね。はい。その人に向けてなんか一言アドバイスがあればケンケンからお願いします。そう、よくプレイ時間だと自分は思ってるので、うんうんうん、あのアリーナ、まあ、どんどん回して、うん、回すたびにやっぱ上手くなっていくと思うので、うんうんうん、どんどんアリーナ回して自分が上手くなってるなみたいなクリップとか取って、うんうんうん、あ、モテベにして、まあ、頑張るといいと思います。なるほどね。じゃあどっちかっていうとクリエイティブとかをガンガン回すよりアリーナの方が自信ってつく、どっちかっていうと。あ、まあ、あ、アリーナの方が全然自信つくと思いますね。あー、やっぱりね、ケンケンってマジアリーナしかしてないもんね、マジで。そうですね。まあ確かに結局プレイ時間が大事よね。そうですね。どれだけアリーナを回すか。アリーナはさ、デュオとかトリオとかでも大丈夫なの？ソロじゃなくて。あ、もう全然大丈夫です。あー、なるほどね。オッケーです。よし、まあ今回ちょっとケンケンさんにアリーナで強気でいくコツみたいなのちょっと聞いてみましたんで、皆さんよかったらこれ参考にしてね、今後のアリーナのプレイにつなげていってもらえたらと思います。じゃあケンケンさん、最後はもちろんビクロイして終わりますか。終わりますか。40、60、そいつね。わった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 。ナイス、でかすぎ。あれか、オッケー。ガチでごめん、本当にごめん。うわ、角入れに来そうやなこいつ。頑張れ。こっち割れます。うん、だるすぎるこいつ。ナイス、天才やんこのおっちゃん。危ねー、本当に強い、マジで天才だこの人。プロゲーマーいる。42、割った、出た、出た、落ちたな。46、45、あ、出た出た。なんやこのゲーム、わけわからんぞ。出た出た。強すぎか。もう一人は来る。あ、来る来る来る。勝ったな、ケンケン。ありがとう、今日は。ナイス。ナイス。ということでね、ケンケンさんめちゃくちゃかっこいいと思った方は、ケンケンさんのチャンネル登録お願いします。